はい、今回は、リクエストいただきました。こんな感じの、複数の写真が並んでいくアニメーションの作り方を解説していきます。まず、新規コンポジションを作成します。カット01で 720p のコンポジションを作成します。そしてもう一つ写真のコンポジションを作成します。新規コンポジションでピック01。そして写真を1枚入れておきます。こんな感じですね。そしてカット01に戻り、ピック01のコンポを配置します。今回は、4×4 の16枚の写真を並べていく形にしますので、まず 25% にしておきます。そして新規平面で白い平面ですね。背景として BG01 置いておきます。で、写真を整列で左上に配置。コントロール D で複製し並べていきます。さらにコントロール D で複製。で、一番右を右揃えにして、水平方向中央に配置で並べます。そして、さらにコントロール D で複製。さらにすべてをコントロール D で複製。こんな感じですね。これで 4×4 の16枚を整列して並べることができました。そして、スケールを少し小さくして、隙間を空けておきます。こんな感じですね。そして、これらすべてを 3D レイヤーのチェックを入れます。で、まず1のアニメーションで動きをつけていきます。2秒のところで、1のキーフレームを打っておき、F9 でイーズをつけておきます。そして、スタート位置を Z 軸で動かしていきます。まあ、ざっくりやっていきます。ざっくりですが、こんな感じとしておきます。スタートのキーフレームはイーズはいらないので、コントロールを押しながらクリックで解除しておきます。で、落ちるタイミングなんかもずらしていきます。こんな感じですね。そして次に、写真1枚を選択して、マテリアルオプションのシャドウオトスをオンにしてやります。で、マテリアルオプションをコントロール C でコピーし、すべてのレイヤーに貼り付けてやります。選択してコントロール V。これですべてのレイヤーが、シャドウがオンになりました。そして、新規ライトを作成します。まず一つ目がアンビエント。強度70。そして、自然光の状態を作ります。そしてもう一つライトを作成します。次はポイントですね。これがいわゆる電球になります。強度30。そしてシャドウ落とすのチェックが入っているのを確認して OK を押します。こんな感じですね。背景も 3D にチェックを入れておきます。こうすることで、ライトから自動的に影が落ちるようになります。そ
してライトの位置を調整することで影の落ち具合が変わります。ライトを後ろに下げていきます。こんな感じですね。これで基本的な写真の配置ができましたので、次は写真を入れ替えていきます。プロジェクトの、ではこのピック1のコンポを複製していきます。コントロール D で16枚ですね。そしてコンポジションを差し替えていきます。ピック1はそのままで、ピック2と2枚目をコントロール Alt スラッシュで差し替えます。そして3と34と4枚目をコントロールオルトスラッシュ、こんな感じで全て差し替えていきます。これで全てのコンポジションが差し替えれましたので、このコンポジションはまとめておきます。新規フォルダでコンポで全てまとめておきます。そしてさらに写真用のフォルダも作成しておきます。ピックで写真を読み込みます。2から16ですね。で全ての写真を入れ替えていきます。ピックに、これで、全ての写真が差し替えれました。見てみると、こんな感じとなっています。では次にカメラを作成していきます。新規。カメラを作成し、さらにカメラを操作するためのヌルも作成します。で、ヌルを 3D レイヤーにし、カメラの親に設定します。で、今回は、カメラのぼかしですね、フォーカスの被写界深度の設定はオフにしておきます。で、カメラを動かしていきます。ヌルで、まず回転ですね。そして位置で距離を近づけていきます。そして位置のキーフレームで動かしていきます。すると、こんな感じのアニメーションになります。カメラのアングルを変えることでいろいろな視点から映し出すことができます。で、
さらに、例えば、写真1枚に対して、エフェクト、ドロップシャドウを適用します。こうすることで少し厚みを出してやることができます。ドロップシャドウオフオンですね。で、このドロップシャドウをコピーして、すべてのレイヤーにペーストします。コントロール V。すると、こんな感じですね。で、写真自体にも白い縁を入れたい場合は、写真のコンポジションの中に、新規、平面で、枠として、長方形ツールをダブルクリック。で、マスクを反転し、マスクの拡張をマイナス方向へ、することで、枠を作ることができます。で、この枠を、コピーしていきます。ペーストですね。すると、こんな感じで、縁継ぎの写真を作ることができます。こんな感じですね。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。